フリードリヒアウグスト・フォン・ホルシュタインフリードリヒアウグスト、カール・フェルディナント・ユリウス・フォン・ホルシュタインは、ドイツの外交官。1890年から1906年までの間、ドイツの外交政策に対して、重大な影響力を持っていた。それゆえジャーナリストのマクシミリアン・ハルデンから黒幕と、称された。フリードリヒ・フォン・ホルシュタインは、メクレンブルクの国貴族、ホルシュタイン家の出身で、 父親のアウグストフォン・ホルシュタインはプロイセン軍の士官だった。母親のカロリーネはフリードリヒを出産した時すでに45歳だった。ホルシュタインはポンメルンの領地で育ったが、後に一家はベルリンへ移動した。そして、そこでケルニッシェ・ギムナジウムに入学し、1853年に卒業した。そして1 8 5三年から1 8 5六年まで、 彼は、ベルリンのフリードリ・ヒビル・ヘルム大学で法学を学んだ。ヨーロッパうちで頻繁に旅行したおかげで、彼は流暢なフランス語とイタリア語を話すことができた。司法官司法、司法修習生として、ベルリンの地方裁判所で経験を積んだ後、1860年12月に、外交官としての道をたどり始め、オット・フォン・ビスマルクとクルドフォン・シュレツァーの下。 ペテルブルクのドイツ公使館で専門担当官となる。彼の外交官としての出世はビスマルクの助力に追うところがあった。ホルシュタインの父親はビスマルクと古い知り合いだった。1863年から1867年まで、ホルシュタインはプロイセンの公使館書記官として次々にリオデジャネイロ、ロンドン、ワシントン、シュトゥットガルト、フィレンツェへと着任する。 そして1867年からはコペンハーゲンで勤務した。1870年には外務省の政治局に従事し、1871年にはベルサイユに招聘された。ここでホルシュタインは不仏戦争の幸福文書の翻訳を担当した。1871年11月に彼はパリで大使館第二書記官となり、1872年5月には 外務省の顧問官へと昇進した。ホルシュタインは、ハリー・フォン・アルニム伯爵のパリ大使館でのスキャンダルで、人目を集めることになった。在パリドイツ大使であり、野心的な外交官アルニムはビスマルクにとって、目の上の炭鉱部であった。アルニムは、ビスマルクの後を継いで最小になろうと考えており、一方では、フランスのオト派を支持していた。アルニムを失脚させるために、 ホルシュタインは不都合な情報を最小に提供した。このホルシュタインの陰謀はあらわになり、アルニムを支持するベルリンの貴族界隈からホルシュタインが疎まれることとなった。1876年4月アルニム伯爵の失脚の後、彼は外務省の政治局に戻った。1878年には聖古文館、1880年には枢密教、 1883年には外務省次官補、代理。1891年3月31日、ついに閣下の称号を持つ数密教となった。彼はビスマルクと彼の息子、ヘルベルトを親密に扱うことで外務省における重要な地位を得ることに成功した。ホルシュタインはまず、ヘルベルトを通じて自身の構想を広めていこうと試みた。また、 ホルシュタインは自分の立場を人事への干渉によっても拡充した。例えば彼は友人のハッツフェルト伯爵を外務大臣に置いていた。1880年代になるとホルシュタインは徐々にビスマルクとヘルベルトから距離を取るようになった。ホルシュタインは最小の独ロ外交政策について批判し、イギリスも加えて三国同盟を強固な軍事同盟にする案を支持していた。 再保障条約についても彼は拒絶の立場を取っていたし、地中海協定に対しても異議を唱えていた。ホルシュタインはロシアをドイツ帝国に対する大きな脅威だと見ていたし、対ロシアの予防戦争を支持していた。1890年3月ビスマルクと息子ヘルベルトの大官と共に、ホルシュタインはドイツ帝国の外交に強い影響を及ぼす政治家となった。 卓越した行政能力と長年の経験が彼を有能な外交官たらしめていた。皇帝の親友であるフィリップツー・オイレンブルク、そしてベルンハルト・フォンビューローとの協力のおかげで彼は間接的に皇帝ウィルヘルム・ニ世ギの政策決定に影響を及ぼすことができた。それ以降、ホルシュタインはビスマルクの作った同盟を解体していった。帝国最小、 カプリビット皇帝ヴィルヘルム2世が延長したがっていたにもかかわらず1890年の春にホルシュタインはロシアとの再保障条約の継続を拒否した。ホルシュタインはイギリスをドイツ帝国の理想的な同盟国として考えており長年彼はこの島国との同盟を目指して働いていたが成功しなかった。ドイツの海外拡張策をホルシュタインは歓迎しなかったが 彼は、ビルヘルム2世の帝国主義的政策に対して拒否権を発動することもしなかった。1904年には英仏教唱が結ばれ、ホルシュタインは自身の外交政策の残骸の前で立ち尽くすことになった。イギリスはもはやドイツの宿敵となり、ロンドンをドイツの側に引き止めておくのは困難になった。さらには、玄関競争が独営関係を損なわせていた。 続く年に、ホルシュタインは、フランスとイギリスの協調を崩そうと計画した。そのために、彼が利用したのが第一次モロッコ危機と1906年のアルヘシラス会議だった。ホルシュタインと帝国最小ビューローの想定は、イギリスは、フランスのモロッコにおける、植民地政策を支持しないだろうということだった。ところが、この予想は誤りであり、イギリスは、 アルヘシラスでフランス側につき、英仏教唱は保たれた。この結果、ホルシュタインは4月14日に辞任した。彼は最後まで、最小と皇帝は自分の辞任を承諾しないだろうという虚しい望みを抱いていた。フリードリ・ヒホン・ホルシュタインは引退の3年後、1909年に亡くなった。ホルシュタインの遺体は、ベルリンの戦没者墓地に葬られたが、 墓は東ドイツ時代に破壊され、2009年になって新しい墓碑が建てられた。彼の卓越した知識、波外れた記憶力、そして人事における経験は、4人の帝国最小、ビスマルク、カプリビ、ホー法遠道へ、ビューローにとって彼をなくてはならない存在にしていた。しかし彼は周囲から特別好かれるということがなかった。 ビスマルクは彼をハイエナの目をした男だと表現した。ビルヘルム2世は後に回想録の中で、ホルシュタインの性格を不気味だと書いている。それゆえ、ビスマルクが息子のヘルベルトを除いて外務省の後継者を育てなかったのを皇帝は嘆いていた。ホルシュタインのやり方は陰謀を巡らせることにあり、同僚に対する思いやりが彼には欠けていた。彼は、 周囲部各外務省の同僚たちの仕事上の失敗、プライベートでの過ちを記録しておき、後々それを復讐の材料として使った。それは皇帝に対しても同じであった。ホルシュタインは生涯独身だった。帝国最相カプリビと同じく、彼はベルリンの政治サロンの女主人、ヘレーネ・フォン・レビンと親しく付き合っていた。ホルシュタインは自らの日記やメモをレビンに託した。 彼女はそれを厳重に保管し、亡くなる、少し前に親しかった、銀行家、パウル・シュバーバッハに譲とした。これらの遺構は、半世紀経った後、フリードリ・ヒホンホルシュタインの秘密文書、第2平面パピエレフリードリ・ヒホンホルスタインズという、題名で1956年から1963年にかけて交換された。ありがとうございます。